フィファワールドカップカタール2022最新ニュースね。ルが均衡を破ったが、現地時間9日フ、FIFA フワールド。カップカタール2022準々決勝のクロアチア代表対。ラジル代表がドュケーションシティ。タジアムで行われたこの試合ではブラジル。票のエースネイマールが見事なゴールを決。他、カタール W 杯を追っかけ再生広告なしで。ラレル。 14日間0円のアベマプレミアムの登録はこちら。0。0で向けた延長前半アディショナルタイム、敵。中央でネイマールがボールを持つとロドり。とのワンツーで相手ディフェンダーツーヒトをかわし、さらにルー。スパケタとのワンツーで相手ディフェン。網を突破する直後には相手ゴールキーパーが飛び出してき。が華麗にかわし、均衡を破る先制点を決めて。セタ。 だが、ブラジル代表は延長後半に失点、同。に追いつかれ、PK 戦の末にクロアチア代表に入。他、ジページ、動が均衡を破った。ネイマールの。るがこれだ。関連記事。